絵物語は、差し絵の比率が非常に高い小説。あるいは、紙芝居を本に移植したもの、もしくは、絵本の文章量が増えたもの、漫画の絵と文が分離したものとも言える。これらとのジャンルの境界は、極めて曖昧で、同じ作品が連載中に、絵物語から漫画へ、あるいはその逆の形式になることも、少なくない。 絵物語という言葉は、岡本一平の陳女絵物語や、小学生全集の漫画絵物語などの使用例があるが、戦争期には、検閲に対する印象を良くするため、漫画でなく絵物語を使用した例もある。第二次大戦前後に特に流行した。ほとんどの場合に絵と文は、同じ作家が担当し、差し絵部分に吹き出しの描かれたものもあるため、漫画の一種とされることもある。 その発祥は、紙芝居作家の山川総司に、雑誌、少年クラブの編集者が、史上紙芝居という形式の読み物を、提案、一人で読む紙芝居として、山川が大まかな形を執筆したものが、最初とされている。明確な形で確認できる、最初の作品は1930年代のものである。絵物語作家は、紙芝居作家、イラストレーター、アニメーター、 漫画家でもあることが多い。代表的な作家としては、山川宗司や小松崎茂が挙げられる。日本の漫画表現の基礎を作った手塚治虫やアニメ作家の宮崎駿も、絵物語形式の作品を残している。絵物語の黄金時代は、昭和20年代という短い期間ではあったが、昭和30年代に登場する劇画に影響を与えたともされる。ありがとうございます。